地は降り続く雨を受け止めています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第4節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。試合が始まりました。なんてアートだ。あっという間に先制点を奪いました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。いや素早い。先制直後の同点だ。まさに波乱含みの幕開けとなりました。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。千葉の香りもかぐわしいドリブル。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。10分過ぎました。これはゴールキック。キックミスでしょう。
いけいけドリブル。キーパーファンブル。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ファーサイドに上げた。シュート取り損ねた。決めることができない。再び引き離します。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き決まった。ゴール。エクセレントゴール。ここで確実に得点を奪います。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。華麗なドリブル。ゴール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 。ダイナミックゴール。得点は4対1。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ。ポストを狙った。チャンスボールになるか。センタリング。最終ラインの押し上げが早い。さあどちらがボールを支配するのか。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は4対1。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。ドリブルで上がる。これは気をつけないと。折り返す。ボールが地をさまよう。狙いすぎたようです。
合わせた。トリック達成。スタンド。千葉の香りも風らしいドリブル。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。後半15分経過。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。ボールを囲んでいきます。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ヘッドでつないで、ヘッドでつないで、これは読まれていたかもしれませんね。ドリブルで上がる。キャッチできない。コーナーです。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあチャンス到来。得点は6対1。攻めきれない。主審笛を吹いた。
必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。圧倒的な強さで一勝を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。